これより作戦を開始する。目標は敵巨大戦車、あれを止めるぞ。第七小隊出撃する。殿下、私は神殿東部の敵部隊に当たります。掃討し次第そちらに援軍に参ります。うん、余だけでもこちらは十分だろう。ガリア軍の拠点を。メルキー、とんでもない戦車が出てきたよ。参ったな。あの重装甲だと俺の対戦車装でもおそらく貫通しねえな。あの巨大な主砲が気になるんだ。まずは様子を見よう。きっとどこかに弱点があるはずだ。よし、行くぞ。やっぱり自然はいいね。確認でき次第行動に移ってください。各員、現在位置を確認する。行動開始する。重いに頭を出すな。僕に任せておけない。まったく誇りっぽくていけない。まだまだ。よくやった。次も頼む。行動開始します。なんだあのデカブツは。私の出番ね。目標の撃破確認しました。私の出番ね。やられば、お前ら、気をつけろ。ちょっとやばいかも。ちょっとやばいかも。世の命ずるとよく全うせ。総員一斉射撃、敵を殲滅するのだ。
筋肉の極致よ。命ずるとよく総員一斉射撃、敵を殲滅するのだ。拠点などわざわざ占領する必要もない。このゲルビ軍隊少尉、よく聞け。砂漠には神殿の破片が散乱しているはずだ。不安定な破片を攻撃すれば、破片が倒れて敵戦車の通行を妨害できるかもしれない。なるほど。神殿東部の部隊は苦戦している。不思議な力を使う女兵士に手がつけられない。このままでは撤退もやむを得ない状況だ。わかりました。こちらはなんとか踏ん張ってみます。よし、戦車の進路上の破片を倒して少しでも戦車が拠点に着くのを遅らせるんだ。行動に移る。
し行くぞ。よくやった。さすがだ。出撃する。味方がやられた。お前ら気をつけろ。行動開始する。当てる。備えあれば何とやらってな。世の命ずるとよく全うせ。総員一斉射撃、敵を殲滅するのだ。なんて強力な手法なんだ。どうやったらあの戦車を止められるんだ。兄さん、あれを見てください。なんだあれは。戦車の上から何かが出てきたぞ。あれはラジエーターです。加熱したラグナイト機器の放熱装置です。おそらくあの手法を発射した際の熱を発散しているのでしょう。兄さん、あのラジエーターを攻撃すれば戦車本体にも損傷を与えられるかもしれません。わかった、やってみよう。ラジエーターは戦車の高い位置に出てくるので。よし、戦車の銃座を破壊しつつ歩兵を戦車に登らせる作戦で行こう。任されてやるよ。残るラジエーターはあと2つ。みんな気を抜くな。ジュタ少尉、神殿東部の第1第3小隊には被害が大きすぎるために退却命令を出した。メルキ、こちらファルディオだ。すまん、あの女に手も足も出なかった。奴は古代の盾と槍を持っていた。まさに伝説のバルキリアのいでたちだ。おそらく敵の部隊は間もなくそちらに援軍に行く可能性が高い。まともに戦っても勝ち目はない。わかりました。みんなラジエーターの破壊を急ぐんだ。敵が接近中。遠くに任せておきなよ。や、
みんな可愛いね。戦車の突破。任せて。極めたみたい。次も頼む。了解。極めたみたい。敵の兵力は。極めたみたい。行動開始する。バルキュリアの援軍が来てしまったか。まともに相手をしても歯が立たないだろう。みんな
残り一つのラジエーターを集中して。敵発見、やってやる。なんだあのデカブツは。帝国戦車近づいてきます。しなさいよ。あれだけの重量、排気が必要なはず。注意を怠らないでください。命取りになります。俺の出番だな。行きますよ。任せて。極めたみたい。守っとく。
オーダー発令。みんな、今は守りに徹しよう。オーダー発令。まずは傷を治療して次に備えるんだ。出撃する。発見した。いいぞ、この調子だ。職責を全うせよ。敵兵力はどうですか？出撃する。僕に任せておきなよ。まだまだ。なんて腕前だ。みんな、あらん限りの銃弾を叩き込め。了解だよ。相手の装備は不明です。各員注意してください。了解だよ。当てるぜ、俺はよ。出番だな。
了解しました。発見いたしました。敵の大型戦車を撃破せよ。奴の装備は不明。行動開始する。目標を確認しました。世の命ずるとよく全うせ。総員一斉射撃、敵を殲滅するのだ。オーダー発令。みんな、今は守りに徹しろ。了解しました。発見いたしました。開始する。各員配置につけ。第7小隊、そちらは頼んだぞ。状態より砲兵、弾薬など支援物資を要請します。行動開始する。当たらないさ。先手を打て。負けるもんか。
よし、すべてのラジエーターを破壊したぞ。おのれ、小賢しい真似をしおって。殿下、ご無事ですか？まだ戦士本体は破壊されておらぬ。だが、このままでは危険だ。わかりました。今すぐそちらに参ります。敵戦車が勝破している。今なら装甲も脆くなっているはずだ。みんな、戦車に火力を集中だ。一気に行くぞ。出撃する。ゲルビルがやられるとは。殿下、お怪我はありませんか？セルベリア、この結果をもとにマーモット計画も修正せねばならぬ。今はそれよりも安全なところへ。我が隊が護衛いたします。やった、ついに敵戦車を撃退したぞ。ゲンタ少尉、よくやった。神殿東部の残存部隊もそちらに合流する。兄さん、敵の部隊が交代を始めました。よし、追撃を開始する。敵の総司令官を逃がすな。骨のある部隊がいるようだな。全軍撤退。マクシミリアン様を傷つけるな。
帝国軍にはどうにか侵傷したが、俺たち義勇軍も大きな被害が出てしまったな。バリアスに敵の総司令官が現れるとは思ってなかったよ。総司令官といえばマクシミリアンと一緒にいた女の人、一体何だったの？とても同じ人間とは思えなかった。青き光に守られし、槍と盾を両の手に、いかなる矢をも弾き返す。え？伝承の中でバルキュリア人はそう記されている。まさかあの人が。でもバルキュリア人って大昔の人でしょ？今も生きてるなんて。俺だって伝承を鵜呑みにしているわけじゃない。一般的な考えから外れていることも理解している。だが僕たちが見たものは紛れもなく伝説のバルキュリアだった。8章、森林の包囲網。